めるとか銀行の預金やめるとか、まずね、まあ闇に力を与えないということだよね。本当は就職なんかいけないし、公務員になるのも良くない、はっきり言うとね。で、その間子供を授からないということね。で、世の中きれいになって山をまた元に戻すっていう作業もしないといけないよね。太陽光パネルからヒ素が出てるんだからね。で、そのヒ素が出てる水をみんな飲んでる可能性あるんですよ。で、2021年かな、あの時にね、あの水道にね、発がん物質入れたんですよ、大量に。だから今体からね、発がんがいっぱい出てるでしょ。うん、だからニコニコして社会作りたいなと思う時に、今のこれを見てね、仮想現実でそう思われても困るから、みんなで動いてニコニコして社会作らなきゃいけないのね。よくね、プーチンさんとかね、トランプさんとか言ってるけどね、やっぱり自分たちで動かなきゃどうにもならないってことですよね。あの人任せとかワイドショーじゃ何も変わらないってことですよ。よくね、みんなね、いや人に任せようとするんですよ。次の選挙どうにかしてよとかね、次とプーチンさん、トランプさんどうにかしてよって言うけどね、そうじゃないんですよ。自分たちで変えなきゃ、自分のね国なんだから。やってこなかったもんね、昭和からずっとね。戦後とか言ったけど、戦後なんてね、ずっと戦前と一緒ですよ。うちは戦後と思ったこと一回もない。どうしてこんな苦しい目にはずっと会わなきゃいけないのっていうのはもう答えなんですよね。本当は私たちも生まれてきたらいけなかったんですよ。1973年から人口減らすっていうのが決まってあったんですよ。 WHO と NWO のね、あれでね、書いてあるんですよ。みんなね、陰謀と言うけど、自分で調べたらいいですよ。自分で調べないから陰謀って言うけどね、私陰謀行ったことないしね。陰謀っていうのはやっぱりフェイクになっちゃうでしょ。だけどそれ伝えてって、喋って何になるのと思うんですよね。ツイッターでつぶやいてね、人をそれはね、流すことになるんですよね。感情を流すとかね、間違ってたら間違ってるって教えてくれたらいいしね。調べては一応おるんだけど、人間ってさ、その情報って一方通行しかないからさ、その時代の誰か資料持ってないとやっぱりね、分かんないですからね。何が正しいというのは、多分ね、もうすぐリセット来るでしょうからね。あと5日ぐらいかな、31日までにリセットする予定なんだけど、今日から明日かな、トランプさんのソーシャルね、トゥルースショコシャルかな、株式がね、今日から取引が始まるんですよ。明日かね、そうだったね。デジタルワールドなんとかっていう銘柄だったけど、今日からトランプなんとかっていう銘柄で取引が動くのかな、明日からかな。みんなが買える値段だと、私はね、自分も買いたいなと思ってますよ。だってバイデンとか、ね、トランプ大統領ってね、同じね、ソーシャル使ってんですよ、今。トゥルースショコスコシャルって。トランプさんの作ったね、ソーシャルネットワークなんですよ。で、ツイッターとか X 使ってるのは日本とね、中国と韓国だけなんです、今はね。イーロン・マスクさんがね、日本とね、中国と韓国しかね、使わせないって言ったね、他のとこは別なもん使わって言ったもん。それね、2年前からそうなんですよ。日本だけだったんですよ、このツイッターでコントロールされてきたのは。ジャック・ドーシーっていうのがやってきたんですよね。だから日本ってそれだけ眠ってるっていうことよね。変えようっていう気持ちがなかったということだね。ずっと偽物にぶら下がってきただけですよ。でインボイスでも何でも従ってきたしね、消費税は上げてもね、みんな苦しんでるのにさ、みんな外向いてよそ向いてるじゃない、買い物行ってもね。今買い物行ってもね、やっぱレジしてる人でも顔色悪い人いますよ。すごく顔色悪い人いる。だけどそれはね、多分苦しいけどね、多分病院行けないからじゃないかな。で、顔色すごく悪いね、人もレジやってるんですよ、はっきり言うと。これね、やっぱりひどい悲しいですよね。どうやって変えようかなと思った時に、私もいろいろ方法考えてるんだけどね、このインターネット回線でどうにかはね、こう教えようとは思わないですよ。イーロン・マスクさんのね、スターリンクがね、4月から稼働す、みんな使うようになるんだろうけども、その時にね、本当にスターリンクが安全だったら、みんなでそれ情報共有していけばいいんだよ。それが合ってなければ合ってなくてもいいんですよ、わかんないからね。今のインターネット回線はね、筒抜けなんですよ。青森の三沢基地とか、皇居にインターネット回線があって、三沢基地があって、そっからね、アメリカの国防省につながってるんですよ、秘密結社ね。それはね、ずっと昔からそうだったんですよ。インターネットのない時代からそうだったんですよ、はっきり言うとね。
やっぱりニコニコした社会を築こう。